セリエ A のユベントスは16日、トルコ代表 FW ケナン・ユルディズと新契約を締結したことを発表した。なお、契約は2029年6月まで延長され、新たに背番号10を着用することも決定している。現在19歳のユルディズは7歳からバイエルンの下部組織に所属。2022年7月には契約満了に伴い、ユベントスのユースチームへと加入した。 2023年8月にトップチームデビューを果たすと、2023・2024シーズンは公式戦32試合出場4ゴールを記録。トルコ代表にも初招集されるなど大きく成長し、今夏に開催されたユーロ2024では全5試合に出場して母国のベスト8進出に貢献した。ユベントスとの契約を2027年6月まで残していたゆるィズだったが、 今回新たに2029年6月まで契約を延長。イタリアメディア、フットボールイタリアによると、新契約の年俸は従来の3倍以上となる100万ユーロ、約1億6000万円に増額された模様だ。また、これまで元フランス代表 MF ミシェル・プラティニ氏、元イタリア代表 FW のロベルト・バッチョ氏やアレッサンドロ・デル・ピエロ氏などが着用してきた背番号10への変更も発表されている。